チョッさあということで日本シリーズ第4戦結果5対0で d n a の勝利で2勝2敗のゴブに突入しましたということで佐々木の日本シリーズ予想4勝1敗でソートバン・コークス、はい、外れましたまあいいのよいいのよこういうのは外れてもそもそも当たらないんだからで当たっても何もないんだからねだから痛くもかゆくもない、はいまあ、2勝2敗ね まあ、サズはね、本当は、一番の望みは、第7戦までやってほしいんだよ。それなんでかっていうと、7回、日本シリーズ総チェック出せるんだよ。ね。4回で終わるより7回出せた方がいいじゃん。ということで、皆さんにも楽しんでいってもらおうということでね、えー、なんと2勝2敗の5分、しかも5対0、DNA の完封勝利でございます。グッケ ということで DNA 選抜 K。まあ、K はね、あの、クライマックスシリーズ、まあ、月曜日まで投げたっていうことで、土日はね、あの、中4中5になるから、まあ、そこは投げさせないで、で、アが第3戦3日から、まあ、ここ無条件でね、まあ、4試合目になったっていうところでしょうけども、なんと7回102球、4アンダ三7一4 1無失点。くっまあ、前回ジャンス戦ね、 あの、序盤でちょっとこうね、交代したっていうところはあるからね、どうなんだろうっていうね、えー、心配はしたけどもね、えー、前回が3回サーブドイッチ64球、2安打334、4球2失点っていうところでね、ちょっとフォアボール出して若干荒れ気味だったっていうね、えー、ところもあるけども、まあ、今日はね、フォアボール1個、フォアボール1個、5回まで無失球だから、完璧よ。しかも、初回から3者三振、で2回に2個三振、もう2イニングで5三振、 で、えー、3回に三振で、打者一巡で6三振のごっぺち。ね。まあなんか多くの人はなんかあの、序盤から飛ばしてたっていう人いるけど、まあ俺は1年間見てきたけど、別に飛ばしてる感じもなかったけどね、あの、力投派だから、あんな感じじゃんね。いつもね。 で、結局102球で降板っていうところで、まあシーズン中通りね、まあ大体100球前後ぐらいで変わっていくんで、まあここら辺もね、まあ、順当だったかなと。これがもし関東ない、いつもしていくんだったら多分このままの試合流れだった完封もあったけども、まあ坂本は前回投げてたけども、ウェンデルケンがね、日本シリーズ初登、えー、板っていうところで、まあここら辺はね、あのー、空気にね、この触れさせたいからね、投げてない選手は投げといた方がいいんだよ。 大事な時にいきなりっていうのもなかなか難しいからね、日本シリーズでね。まあそういったところではピッチングマネージメントもね、完璧だったんじゃないのかなと。まあ経緯のね。 まあ良さ。まあこれシーズン中そうなんだけど、まあキャッチャーね、いつもやもうと。で、今回まあ戸柱っていうところで。でもまあキャッチャーが変わってもね、やり方は一緒っていうね。まあカウントによっては厳しく構えるときもあるけども、大体グラブ一個分ずつぐらい中に構えながら、まっすぐカットスライダー、え、ツーシームチェンジアップっていう、もうばらけさせてね、アバウトだから、その代わり全力でいこうと。でも外れたときちょっと大きく外れるからね、そこは戸柱がね、体を寄せてね、ワンボンをしっかりね、止めていってキャッチングしたっていうところはね、非常に素晴らしかったけども。 あれ仕方ないね甘めに構えるからね。あれコースに構えてたらそこまで動かなきゃいいんだけど、でもそんなコースに構えても来ないからね。いつも言ってるようにね、この請求がアバウトのピッチャーっていうのは腕振って強い球でいいから、甘めに投げてそっからね、散らしていく、曲げていく。それによってコーナー決まる時もね、出てくるからね。あとは腕振ってる分甘めでも力強いっていうところが今日の試合も生きたかな。で、ソードバンクがね、経緯初対戦だったっていうところもあって、多分球筋もわからない中ね、ほぼストライク先行で勝負できたのはね、 ま、あなかなかね、ォークス打線もちょっとボール球手出したりして、まあ、ゴテゴテ踏んでアジャストしきれなかったかな。これがボール先行になったらね、球数もね、あのー、多くなって、あとはあの、このカウントによってね、使える球種が絞られるっていうところでアジャストしやすいんだけども、まあ、本当にね、ストライク先行で勝負するからもう何が来るかわかんないっていうね、で、うまく散らしていくんで、腕も振ってるから力強さもあるっていうね、中ではかなりソフトバンク打線戸惑ったんじゃないのかなっていうところでね、まあ、後頭がね、 導けたかなと。でね、ソードバンク先発石川、こちらも素晴らしい。え、5回3分の299、4安度4三振無四球1 9点、ッピチ。ね。まあ、オースティンの一発だけだからね、本当にあの、インコースの通信向け、 あのパワーカーブ、非常にインコースもアウトコースも使いながら素晴らしかったと思うの。しかもこちらもね、石川もストライク先行で勝負できて、まあフォアボールもなくっていうところで、このね、4回ワンアウトからね、えー、ワンボールツーストライクからインコースのね、ストレート系、ちょっとね、シュート気味のストレート系を勝負しに行くところが逆球になったのよ。で、それがライトスタンドよ、ホームランっていうところで、これはちょっともったいなかったね。 ワンボールツーストライクだからね。まあ、これがツーボールツーストライクだったらまだわかるけど、ワンボールツーストライクからだね、これもしインコースボールになっても、その後パワーカーブホークとかでもね、勝負できたと思うの。でも状態良かったからね、そのままパーンっていっちゃって逆球になってね。まあ、これをね、見逃さないで、ワンチャンこのミスコントロールをライトスタンドにホームラン打ったオースティンが、まあ、素晴らしいんだけどね。クッパティ。でも石川としたらもったいなかったよね。 ま、その後、都合もね、しっかり三振取って、5回も三者凡退ね。で、6回もね、先頭、小原、レフト前ヒットを出すけども、その後、巻き、筒子を抑えて、まあ、大志のところではね、小方に代わって、小方がね、三振取ったっていうところで、めちゃくちゃ素晴らしいピッチングだったの、ね、に、この一球ね、これ野球の怖さ、一球を仕留められてね、まあ、終わるっていうね。で、その中でね、DNA は7回にね、え、宮崎が、 えー、ピッチャーね、尾形から自慢のストレートをね、打った瞬間分かるレフトスタンドよ、ホームラン。ね。まあ、昨日の桑原と同じような感じはね、次どっちが1点ね、欲しいなっていうところで、DNA がね、ホームランでパンツ取って、で、その後、このね、梶原のショート内乱だろ、全力疾走。ぐっそり。ね。これ、今宮もその密してないからね、足早い。で、このね、佐野の時に盗塁。完璧に盗んでね、もう、あの、回もね、慌てて投げちゃったからワンパンになっちゃったしね。 スタートも良かった。で、盗塁先行して、本当と浅野がね、ここでね、新塁打打したかったところだけど、やっぱりいきなりツーストライクで、で、高めのストレートね、まあこれ空振り三振して、で、この戸柱のフォアボール、これが痛いよね。もうその昨日と同じ展開。結局フォアボールでピンチ作って、最後トーンってね、DNA に瞳切られるっていうね、せっかく石川がいい流れだったけども、この7回は全く昨日と同じ展開。で、ワンナウトで抜いから追い込まれながらね、森がセンター前打ってワンアウト満塁。 で、ここで祝いにね、ピッチャー変わるけども、桑原がね、レフトオーバー、タイムリーツーベース、打った瞬間、満塁ホームランか、と思ったけどね。で、ここでまださらにね、2点追加、ね。で、牧のところでフォアボール。で、筒子を三振。で、オースティンがレフトにタイムリーヒット。ホルディ、桑原、アウトになるけども、この間一気に4点で5対0、勝負ありっていうね。で、結局、この牧のフォアボールもそう、飛ばしらのフォアボールもそう、フォアボールに無駄にランナーを貯めて、まあ、この牧のところはね、 あの、まあ、一塁空いてるからっていうのもあったとは思うけどもね、もうそれをね、もうどんどんランナーね、試させて、ポンポンポンってね、一本必ず出るっていうね、昨日からの DNA 打線。逆にホークスはフォアボールでピンチ拡大。ね、同じような展開。ね、DNA は素晴らしい。ね、っていうところで。で、まぁ、あ、ね、そのまま5体0、完封勝ち。まあ、ソートバンク5安ンダだからね、もう打つ手なしだよね。 正直ね。まあ、8回のね、柳田の、えー、ライト前ヒットがね、えー、初ヒットになったんだけど、まあ、ここからね、2、3、4で繋げていきたかったけども、繋げれずね、えー、1点取れず、ね。で、5回にもね、ワンナウトから岩宮がね、レフトへツーベース打つけども、牧原海が1本出ず。だからソフトバンクは昨日同様、ランナー出るけども、1本出ないのよ。 で、6回にもね、え、笹川がレフト前ヒット、柳田アウトになるけども、え、ここで笹川が盗塁で、シュートフォアボール、で、ワンアウト一2塁のチャンス来るけども、クワラファーストゴロ、そして山川がセンターフライっていうところで、ここも一本です。ね。で、7回も先頭近藤がセンター前ヒットで出るけども、ね、えー、今宮のライトフライ、で、牧原のショートゴロ、これね、センター抜けるかもっていうだけをね、森がね、スライディングキャッチしてね、 セカンドアウト。まあ、マキはちょっとジャックリしたからね、ダブルプレイ取れなかったけども、あれ抜けてたらまたピンチ拡大だったからね。今日はね、この DNA がね、守備でね、本当にこのクライマックスシリーズをね、見てるんじゃないかっていうぐらい、守備で、またこの K の良さをさらにね、盛り立てたね。このね、あの、4回もね、ワンアウト1塁から、栗原のね、セカンドライナー、牧の横飛び、ダイビング、スーパーキャッチッ、グッあれも抜けてたらもう確実に1、3塁になってるからね。 で、その後で山川ってなったら、こう、同点に追いつかれる、ね、えー、ピンチだったところをね、このコーチでね、えー、しっかり、えー、防いでいく。7回もね、ワンアウト一塁から、マ、まあ、キャルのショートコロ、森がね、たばきわの強さ。ちょっとね、あの、土日、ね、1、2、1、2戦目は、まあ、雨が降ってたっていうのもあるけども、森のね、あの、山川のレフト前、ちょっとね、グラブ、 入ったけど8位ちゃったとかね。レフトカジュアルのポロンチョだったりとかね。全体的にちょっと守備の球際、エラーに残らない、ダブルプレイ取れたのを取れないとかね。そういうちょっとずつのミスっていうのが、無駄な失点、無駄なピンチに繋がってた頃、ね。今日は全く、まあ昨日もね、若干ミスもね、あったけどもね、今日は全くなくね。もう球際、森、球際強い。牧、球際強い。 で、まあ、ダブルプレイね、森のあのダブルプレイ、ちょっとワンパンになっちゃったけど、でもあれタイミング的にはセーフだったけど、なんとかね、アウトにするためにシュートのね、ダブルプレイ全力で投げるとかっていうね、そういう細かいところ。で、カジュアルのね、全力疾走からの盗塁っていう、そういう、まあね、このオースティン、宮崎のホームランがね、やっぱり目立ちがちだから、まあそこにね、結構フューチャーする人も多いかもわかんないけども、今日の DNA の勝利はね、そういうね、細かいところの積み重ねが大きな5対連になったっていうね、 何回も言うけども森のね、玉際、巻きのダイビング。ね、カジアの全力疾走。ね、ダブルプレーを取れなくてもシュートのダブルボーを願った全力投球のね、えー、森のファーストスロー。ね、そういう細かいところ。で、このね、飛ばしのコースに構えないで甘いにする、こういう気遣いね。こういう細かいところが結局5対0に、えー、結びついた完璧なね、試合展開になったかなと。 で、過イが7回投げて、で、8回坂本。で、ウェンデルケンがね、初登板っていうところで、リリーフもね、休ませながら、そしてね、初めて投げる選手はしっかり投げて、ここら辺もマネージメントとしては最高に良かったね。だからソフトバンクは2戦連続ね、ランナー出すけども1本出ない。これまさに、クライマックスシリーズのジャイアンツを見てるような展開です。玉城はファインプレーここぞのオースティンなどの一発で勝ち上がり。 先発がロースコアの展開で抑えながら攻守で相手にはランナーを出すけども最後の一本を出せない。いや、なんか知らないけど、クライマックスシーズンファイナルの東京ドームを見てるような、これはまさかの二度目の史上最大の下克上が起こるんじゃないのかっていうね、展開になりつつとある。明日ね、先発、長岡でジャクソンも持ってきた。だからジャクソン、大抜きかな。ジャクソン、大抜き、 で最後にマ仲読んでいくかもしれないねでソフトバンクは大関で有原、モイネルと、まあ、順当なローテーションかなまあどうなんだろうね、まあ、ジャクソンがね仲読んでどうなってくるかっていうところもポイントだし、まあ、過去のね日本シリーズ、えー、2位以下のチームが日本一になったのは4回あります2007年の中日とであの西武が、ね、2年連続リーグ優勝したけども ホークスが勝ち上がったソフトバンクの2回、そして2010年のロッテっていうね、この4回あります、過去のね、えー、成績で。だからこれがね、5回目になるのか、そして3位から勝ち上がったね、日本一になるチームが2回目になるとか、まあまあ、もうそろそろね、時期的には来てもいいかもしれないけども、ソフト、王者ソフトバンクとしてはね、3位のチームに分け、分けに置けないから、こう、がっぷりでね、もう一回立て顔してね、 もうちょっとねどうな動き必要から、ね、ちょっと動きないよねホークスね全体的に DA の方がちょっと動きあるかなっていうところもあるから今日もねシュートが送りバンドセーフティーファールになりながらヒッティングに変えるとかっていうのもあったからねちょっと動きないかなホークスはもうちょっと作戦面ねちょっとこのね待ってても点取れないんだったらもうちょっと動かしてみるっていうところもね あってもいいと思うんで、まあ、佐々木がね、今日盗塁したっていうのもあるけども、ちょっとアグレッシブな作戦もね、もう視点が入らないんだったら、取ってもいいかなっていうところもあるし、まあ、DNA としてはね、もうまた先発が行動しながら守備のミスを防いでね、またパーンってね、集中だっていうところに行きましょう。まあ、明日勝ったチームがね、もう大手だからね、どうなるのか楽しみにしていきたいと思います。えー、明日は佐々木、阿部まで解説です。え、東京のスタジオからです。福岡には行けません。 ということで皆さんね、ぜひ、アベマで、日本シリーズ見てください。ということで、佐々木の解説以上です。2勝2敗。をね、大手をかけるかと思ったら、ゴ分に持ち込んだ DNA。明日勝った方が大手。ソフトバンクは、とにかくまず先制すること。それがバンドだろうが、スクイーズだろうが、何をしてもまず先制することが第一。 DNA は先発ジャクソンがしっかり最低て5回を抑えていく。その中で、クワハラがキーポイントプレイヤー。で、オースティンもダブルキーポイントプレイヤー。クワハラが出てオースティンが返す。ね。この格段尊い4番。この組み合わせがポイントかなと。ね。いうところもあります。ソードバンクもね、1、2番がランナー出て、もうかき混ぜしていくってい,っていうところがね、いいかなっていう感じもあるんでね。両チームの1番出した明日注目していきましょう。それでは。